もしもし、谷沢さん、もしもし。出会った日のこと、ゆうな、ちゃんと話そう。何話すの、元島の話。まだ別れてないのに、もう次の準備してんじゃん。どうですか、二股のお気持ちは。リュウマ、リュウマの全部を受け止めるのが私の愛だよ。